はい、タンタンです。VG のギター入会いたしました。モデル名が KTR の45ということで、ギブソンの J45 スタイルのギターですね。ユーズドながら非常に綺麗な状態で入会いたしました。VG ブランドはあの日本でも有名な寺田楽器さんのオリジナル、ブランドでございますけれども、その中でも、楽器店さんの方で、ショップオーダーというか楽器店オーダーして、このシリーズですね、 KTR シリーズを、作っている中のこの J45 スタイルの、一本になっております。で、本家のギブソンに比べると、同圧を、10ミリほどこうコンパクトに設計したそうで、持った印象非常にこうちょっと軽い印象に、なってます。で、厚みも本当に10ミリほどなんですけども、取り回しもなんかいい感じが、こう抱えた時にね、抱えやすい印象を、持ちましたので、そのあたりこちらのギターの特徴かなと思います。で、指板とヘッドロゴはこの VG のヘッドロゴに、Key to the Rock という、こうシリーズ名が入ってますね。ネックはこう若干丸い感じの、あのスタイル、なんですけれども、あのそこまでこう 太いと感じないような設計になっている、ものですので、こう持った印象もあの握りやすい、イメージがあります。で、ちょっと弾いてみましょう。非常にあのガランとしたあのギブソンっぽいあのサウンドがよく出てますし、小ぶりのその同圧のせいかね、あの非常にレスポンスのいい、反応がいいようなあの感じがします。あの内部の、ね、構造なんかもこう本家のギブソンの、スタイルを、こう本あの実際のギブソンでこう検証したそうで、その辺のこうブレーシングの高さとか太さとかも再現した、一本になっているそうでございます。非常にルックスはあのギブソンのヴィンテージライクなラージガードだったりだとか、その辺のこうあの見た目の良き風合いも兼ね備えた実用的な一本かなと思います。非常に綺麗なコンディションで、トップもほとんどあの傷も、光に当てると見えるこうスクラッチ傷はあの本当に少々あるんですけども、あとはこうバックル傷ですね、いくつか見られますけれども、それぐらいの、 あの非常に、備品中古かなと思いますので、ぜひ一度お試しいただければなと思っております。ネックコンディションも非常にいいですし、トップも問題ございません。フレットもそこまで減りはないですね。若干こうあのへこみがほんのちょっと見える程度の山もありますので、ぜひあのこれから長く弾いていただければなと思っております。ちょっと小ぶりなあのサイズ感なんで、こうも腕を回して弾くのにね、女性の方も非常に持ちやすいのかなと思います。そんなわけで、こちらですね、 VG の KTR45
入会いたしましたので、お早めにお問い合わせお待ちしております。タンタンでした。